モーリッツ・フォン・シュビントは、オーストリア生まれの画家である、ミュンヘーンなどで働いた、ウィーンで生まれた。父親は、官僚で1792年に借位を得る人物で、母親もオーストリア貴族の娘であった。ウィーンの高校で学び、クラスメートには詩人になったニコラウス・レーナウや、劇作家になったバウエルンフェルトがいた。父親のような役人になるために大学に進むが、 美術に展示1821年からウィーン美術アカデミーに入学し、ヨハン・ペーター・クラフトや、ルートヴィヒ・フェルディナンド・シュノル・フォン・カロルスフェルトに学んだ。ウィーンでは作曲家のフランツ・シューベルトや、文学者のフランツ・フォン・ショーバーを中心にする文化的なサークルの一員であった。1828年にミュンヘン美術院の校長になった、ペーター・フォン・コルネリウスに勧められて、ミュンヘンに移り、 バイエルン王室の宮殿の装飾画を描いた。1835年にイタリアを旅した後もミュンヘンの宮殿の仕事やザクセン王国、バーデン大公国から依頼された仕事をした。1847年にミュンヘン美術院の教授に任じられた。バイマル大公、カール・アレクサンダーの命令で1838年から修復が進められたバルトブルク城にも壁画を描き、 この地の伝説の歌合戦を描いた作品は、シュビントの代表作の一つになった。バイエルン王国のシュタルンベルク軍シュタルンベルクの街、ポキングで亡くなった。ありがとうございます。